皆さんこんにちは、さきです。本日の動画は2022年上半期レスタコスメです。ということで、私ついに先日パーソナルカラー診断を受けに行ってきたんですよ。今回ちょっとね、結果がね、思ってたのと違う結果になりまして、多分みんなも私のパーソナルカラーを予想してた中で絶対多分期待外れな方が多いと思うんだけど、診断結果がグルベナッツ、厳密に言うとファーストがブルベ夏でセカンドがブルベ冬の診断結果だったんだけど、個人的にはイエベ春かなってなんとなく思ってたんだけど、全然思ってたのと違う診断結果になりました。今回おすすめするこの私のベストコスメたちとか、多分今までの動画とかもう全部ね、割とイエベ春さん向きなのかなってなんとなく知識がないながらに思ってるんだけど、パーソナルカラーにね、とらわれるっていう概念をなくして、好きなものを好きなように自分に似合うように可愛くねメイクができたらいいなっていうことで、私の好きなものを紹介していきたいと思います。ということで動画スタート。はい、ということで紹介していきたいと思います。まずはベース編の中でも日焼け止めを紹介していきます。こちらのハッチのアクア UVR 日焼け止めミルクっていうやつです。私日焼け止めマニアなんだけど、20個近く日焼け止めを買い漁ったの。その中で一番いいやつをデイリー使いしようと思って選ばれたのがこのハッチの UV クリームでした。で、これの何がいいかって、日焼け止めって多分ある程度下地とかにこう SPF とか日焼け止め効果が含まれてるから、しない方多分多いと思うんだけど、それだけじゃ足りないの、日焼け止め効果がね。なので徹底的に予防するっていう意味でも、下地とか全部塗る前に必ずスキンケア終わったら日焼け止めを塗るようにしていて、ってことは結構塗る工程が多くなるじゃん。でどんどん塗りたくっていくと保湿されすぎて最終的によれやすくなってくるんだけど、これは全然よれないし、その後の下地に響かない、一番ねシンプルで効果的なものだったので一番にしました。これミルクって書いてあるから、割とテクスチャーもねサラッとしてる感じなんだよね。こう結構伸びる、スーッと伸びる感じで、色も白だから別にねベースメイクにも本当に響かない。程よくまあツヤ感は出てくれるんだけど、そんなにねこうベトベトする感じもないし、割と高密着でサラッとスーッと通ってくれるような感じ。日焼け止め選ぶポイントとしては、ヌルヌルしすぎないっていうのと、重たすぎないっていうのと、あと高密着っていうのをすごく大切にしてて、これは全てを兼ね備えている日焼け止めでした。朝は絶対これを塗ってからベースメイクを始めてます。続いてが下地部門ですね。下地部門はちょっとねごめん選びきれなくて2つ用意しました。まずはこっちのエスポアのピーチスキンフィッティングベースっていうやつ。これは私がこの半年間ぐらいかな、ピーチ肌にめっちゃハマってて、自分の分布的にちょっとピンクっぽいプルンとした女の子っぽい肌が好きなのでこれが一番ピンク下地をいろいろ使ってきた中で私の理想のピンクに近かった。ほんのりピンクなんだよね。結構ピンク下地のやつってがっつりピンクとかのやつ多いと思うんだけど、これはほんのりピンクなの。可愛いでしょ、もうこの色が可愛くない？可愛いでしょ。可愛いこれはね全顔に塗っても大丈夫。結構コントロールカラーとかってポイントでつけた方がいいものも結構あるんだけど、これは全顔にある程度塗ってから肌をトーンアップさせてちょっとねくすみを飛ばしてつけていくタイプの使い方で私は使ってます。でこれもねあんまり保湿効果っていうか伸びすぎちゃうんだよね、ツヤ感があるやつだと。なのでこれは全顔に使う時に高密着だし、他のこの後使うクッションファンデとかファンデーション類にこれも響かないので一番テクスチャー的にも良かったかなと思ってます。めっちゃ顔を明るくなるから撮影の時とか絶対欠かせないし、顔のくすみとかちょっとこう透明感欲しい人とかもマジでおすすめですね。これもう一個が、まあ、これ多分みんな紹介してると思うんだけど、コスメデコルテのロージーグローライザーってやつ、多分ねいろんな人の YouTube で紹介されてると思うし、私も結構買うの困難だったんだけど、これはねグロー系の下地です。これもちょっとピンクっぽいんだよね。これは結構なんかねパールとはそんな言わないんだけど、ツヤっぽい仕上がりになるので、こことか
こことかあと鼻の先とかにある程度少しだけポンポンポンってなじませて、ちょっと顔を立体的に見せてくれるかなっていう感じの効果で私は使ってます。これもね、良さは多分みんな結構試したことあると思うから、本当はベスコスに出すか迷ったんだけど、結構なんか下地作りからハイライトでツヤを出すっていうよりかは、下地の段階である程度うるっとしたプリッとした肌を演出するのが好きだったので、最近はこれ紹介してみました。すっごいティッシュ用意してくれてるそうで、最近動画クリエイターチームがね、一人また加わったんですよ。で、今日はその動画クリエイターチームの新人、期待のホープと二人きりで今撮影をしていて、今まではね、男性だったの、一緒に撮影する方が。なんだけど、これからはちょっとギャルな女の子になったので、多分たくさんこう対談というか出てくる場面が多くなってくると思うので、ぜひ皆さんこれからの YouTube 楽しみにしていてください。ご挨拶しなくて大丈夫です。よろしくお願いします緊張しております。はい、ちょっと二日酔いです、あなたは。はい、続きましてファンデーション部門、こちらがアミューズのスキントーンビーガンカバクッションです。はい、これは韓国コスメ、さっきも言ったんだけどピーチ肌にすごいハマってたので、ちょっとピンクトーンのクッションファンデを使うことが多かったです。私のブーム的に肌にめちゃめちゃ厚塗りするっていうよりかは、ちょっとまあそばかすとかシミが若干残るかなぐらいの素肌感のあるファンデーションにハマっていたので、これを使うことが多かったです。テクスチャー的には割と軽めなんだよね。めっちゃカバーされるって感じではないんだけど、30歳になってから厚塗りする方がすっごく老けて見えるなっていう風に思って、つけると、まあ、そんなピンクすぎる感じでもないんだけど、さらっとカバーしてくれるっていう感じで、今日もこのクッションファンデ使ってるんだけど、割とこれは使う登場シーンが多かったかなと思います。こんな感じ、いろんなクッションファンデ試したんだけど、やっぱりね、カバー力が強すぎるとよれるんだよね。マスクでもよれるし、モーションの中でもやっぱ崩れやすくなってくるし、やっぱね、軽くつけてある程度カバーして、あとはスキンケアに頼るっていう感じのクッションファンデの使い方が多かったので、今回はこのアミューズのやつを使いました。ちなみにこれ全部ピンクトーンだから、これ一式使ったら本当にプリッとしたピーチ肌になれるので、ピンク系ハマってる方はこちらすごくおすすめです。続きましてお粉です。これはコスメデコルテですね。もうほぼこれ一択、パウダーは毎日メイクが存在しない斉藤咲なんだけど、その中でも毎日メイクで使ってるのがこのコスメデコルテのパウダーです。もうね、これが一番よれない、毛穴なくなる、肌が陶器肌になる、これ以外私はもう考えられないくらい愛してやまないアイテムです。私が使ってるのは00番っていうやつ、ダメ入ってるやつとかピンク系のやつとか多分色々種類があると思うんだけど、これはね多分ノーマルタイプのやつかな。本当に全然崩れない。一回私は手に出してから、この気になるほうれい線とか鼻の横、あと T ゾーンと顎に塗ってます。撮影とかで絶対やりたくない時はこのフェイスラインのところから汗かいたりとかするので、フェイスラインのところだけこうやって塗って崩れにくくするようにしてます。もう本当に綺麗なのよ。こんな感じ、なんか粒子が細かくって肌にね密着するの、なので一瞬で肌綺麗になります。これ使う時はこういう中がポツポツポツってなってるタイプだから、このまま乗せるんじゃなくって、一回こうやってやってから手で染み込ませてこうやっていく感じ。これは私のベスコスでした。続いてがアイメイク編、最も私が使うのが多かったのがこちらのクリオのパレットになります。インスタで一番質問が来るメイクで使ってたパレットになります。ちょっとねスモーキー系なんだよね。それこそピーチ肌にスモーキーメイクで、今日もつけてるんだけどグレーカラコンってめちゃめちゃ可愛いわけ。もう結構底見えしてきてるもんね、これとかかなり愛用してるパレットになります。これは11番を使ってます。でも主にねこれ使う時もこことここら辺と、あと締め色でここら辺使ってるかな。今日もね使ってるんだ。今日はねこの色をベースにして、上まぶたも下まぶたもこのシャドウの色使ってて、差し色にこのちょっと濃いピンクとこれを使って、この
ラインを引いてます。続きましてがこちらのチークです。これも今使ってるんだけど、グロープレイブラッシュチアアップっていうマックのやつですね。こんな感じ。もう可愛いじゃん、もう可愛いじゃん。絶対うるうるとしてる感じになります。これね、手で塗るの、私はちょっとこうプニってするんだよね。クリームチークっぽい感じで、これ私はこういう感じで横長めにこんな感じで使ってます。これはね、もともとちょっとラメ感というかパール感が入ってて、ハイライトっぽくもなるしツヤ感が出て、プラスちょっと血色感が出る感じ。結構真っピンクなんだよね。最近はやっぱピンクにハマってるので、多分今日何回目って感じなんだけど、マジでピンクにハマってるのでこれを使ってます。これもね、だいたいこれとセットで使ってるかな。私今日ベスコスで紹介してるやつって多分なんだかんだ一番インスタとかでコメントが多いやつかな。これとこれセットめっちゃ可愛い。続きましてハイライト部門。ハイライトは迷って発売しました。2社のプリズム、読めません、こちらですなんかね、すっごい迷ったの。ハイライトは腐るほど毎日いろんなの試してて、同じものを使ってる日があんまなかったんだけど、その中でも一番魅力的だったのはこの子です。それこそ何回目なんだけど、ピンク系のハイライトがすっごい好きなの。これちょっとね、ピンクベースなんだけど若干青っぽいんだよね。この青っぽいのってあんまりなかなかなくって、これが一番おすすめかなと思って選びました。今日も使ってます。やばいです。ツヤってるでしょ。すごいよね。ツヤです。こんな感じ、これすごいでしょすごくない、このツヤ玉一気にできるので、やっぱ青みが入ってるからピンク系のハイライトなんだけど、ツヤっとするときに濡れた感じになるというか、光り方がすごい綺麗です。それこそあのクリエイター新人さんはもう、さきさんなんでそんな自発光してるんですかみたいな感じで褒めてくれたのは、大体このチーク使ってるかなと。あ、チークじゃない、ハイライトハイライト使ってたかなと思います。次はシェーディングです。こちらが&B のコントゥアペンです。これも多分持ってる方多いんじゃないかなって思うんだけど、最近はほとんど固形じゃなくてこのペンシルタイプを使ってます。これね、めっちゃ優秀で、こうやるじゃん、これデーモン描くかみたいになってるんだけど、こうやるじゃん。この首の下ね、首の下に影をつけるの、上じゃなくて。でこうやってから、いろんな方法あると思うんだけど、なじませるのに私はこういう固めの密集したブラシを手に取ってですね、下にぼかしていきます。上にすると結構不自然になるので、私はこういった感じでくる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 と下にしてます。顎の下に最近はこうやって塗ってます。これめっちゃシュッとするでしょ。これの方が固形ハイライトよりも簡単に綺麗になるのと、すごい塗りやすいんだよね、やっぱりスッと開けるからっていうので、最近はずっとこればっかり使ってます。多分この&B も今年多分すっごいバズってたので、持ってる方多分多いと思うんだけど、これもすごいね、おすすめ。続きましてリップ部門ですね。リップは一番質問多いので気になってる方も多いと思うんですけれども、輝かしく1位になったのはこちらの2セットになります。リキッドタイプのリップから、これはディオールのフォーエバーリキッド458番です。これも今塗ってるんだけど、こういう感じのちょっと広めのアプリケーターがついてて、結構意外と色濃いんだよね、こうやって見ると絶妙なピンクって感じ。私はこれをちょっとだけつけてブラシでぼかして少量を広げるイメージで使っていることが多かったです。なんかね、一気につけちゃうと落ちにくい分乾燥するのと、結構ねもう口ですみたいな感じの顔になっちゃうから、こういう赤っぽい感じとか赤ピンク系のリップって私あんまり選ばなかったの。なんでかっていうと、私唇がすごいポテッとしてるから、こういう主張が激しいリップすると口ビルお化けみたいな感じになるのがすごい嫌で避けてたんだけど、失敗したかもしれないと思って、どうやったら可愛くこれつけれるんだろうっていろいろ研究してたら、リップブラシでぼかしてから少量を広げるっていうやり方したらめちゃめちゃ可愛くて、しかもね、一回塗ったら取れにくいので、長時間キープっていう意味でも、あとマスク落ちもしないっていう意味でもこちらを1位に選びました。でこれを塗った後にこのグロスを塗ります。書いてないじゃん、入ってないけどこれです
はい、マックのやつ。これは御殿場アウトレット行った時に買うものないなってなって、じゃあコスメ買うかってなってコスメ屋さんに入ったら出会ってしまった1本です。だからこれ今売ってるのかな紹介すんなよって感じなんだけど、今売ってるか分かんないんだけど、アウトレットで見たから。私が本当にリアルに一番使ってたリップかなっていう感じ。私一番質問多かったリップです。ちょっとねラメっぽいんだよね。色味はこんな感じで、ちょっとねラメ感があるような感じです。でリップグロスの中でも割ともったりしてるので取れにくい。手につけるとかもうこんな感じ。可愛くない？可愛いよね。ブルーピンクで、結構今期はむっちり系の唇のメイクが大好きで、割とグロスをつけることが多かったかなと思います。最近はこういうツヤっぽいリップ系がお気に入りです。で私すっごい紹介し忘れてたんだけど、ベース編もう一回こちらのコンシーラーです。ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー、これの 0N っていうやつを使ってます。これも多分みんな持ってるよね絶対。私みんなのベスコスだよね絶対って思うんだけど、私もやっぱりこれが一番使うこと多くて、まあ、コンシーラーもね美容治療シミのピコスポットしてから大々的に塗ることはなくなったんだけど、ちょっとしたシミとか、あとはここの口角上げるために使ってたりとかで使うことが多かったのがこちらです。あんまりメイクしたくないなとかっていう日は最初だけ塗って、あとはこのコンシーラーでちょんちょんちょんってつけて広げてファンデーションっぽい使い方にしたりとかしてました。結構ねこれ崩れにくいししっかりカバーしてくれるので、コンシーラー部門だと圧倒的に1位かなと思いました。はい、ということで私のマイベストコスメいかがでしたでしょうか。圧倒的ピンクが多かったかなと思います。多分去年は逆にオレンジメイクがめっちゃ多くて、私ハマったらとことんハマるタイプなので、今期は多分ほぼほぼピンク系のメイクを集めてたかなと思います。全部おすすめなんだけど、すっごいおすすめなのはここら辺かな。一番はこのピンク系の下地、多分いろいろあると思うんだけど、いろいろある中でも全顔に使えるっていうのと、圧倒的にプリンプした女の子らしいちょっと赤ちゃん肌、赤ちゃんのさ肌ってちょっとほんのりピンクじゃない、あの感じを再現できるのは一番近いのはこれだったんだよね。なのでこれがすごいおすすめなのと、あとみんなあの化粧前に必ず日焼け止め、私30代になってで本当に思うんだけど、27ぐらいから1回シミが増えて30になってからまたドンとシミが増えるの。それって多分過去の日焼けで受けてきたダメージが今になってこう放出されていく感じになってると思うんだけど、絶対にまずは日焼け止めを塗って、本当にね全然もたつきとかないから塗ってるか塗ってないか分かんないぐらいの感じなので、これもおすすめでした。あの何買えばいいか分かんないけど新しいアイテム欲しいっていう方はぜひぜひ参考にしてほしいなと思います。そしてですね、さっきもお伝えした通り新人クリエイターがね入ったということで、今まで毎回 YouTube 上げるたびに3週間ぶりとかに上げて、そろそろ週1で投稿していきますとかって言ってたと思うんだけど、ついに体制が整ったので、これからはバシバシと YouTube 週1、2を目標に上げていきたいと思います。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。